これがですね、一番最近。さて、いよいよ3位です。ここはですね、箱根峠を越えて熱海の方に向かって、もう一個山を越えていくと、ある亀石峠。結構最近メジャーだと思うんですけれども、この時の、今の、道路ですね、ちょっと形状が違います。このキャッツアイが今こう見えると思うんですけれども、ここがですね、ちょっと10センチぐらいですかね、盛り上がってます。ですからちょっとですね、キャッツアイに乗っかると危ないかなって感じですかね。で、見ての通り、上りが2車線です。下りは1車線でちょっとやりにくいんですけれども、上りはもう最高です。2車線目いっぱい使ってドリフトを楽しめます。はい。でもこのようにですね、当て返しバリバリって感じなんで、まあ、そうですね、この絵もちょっと何年か前なんですけれども、今のドリフトと、そう大差はないと思います。スピードも出てますし、言うことなしだと私は思うんですけれども、皆さんはどうでしょうか。ちょっと見てみてください。Thank you.
フルーツラインっていうところに出ます。でフルーツラインを越えるとあれですね、何でしたっけね、胃袋峠って言うんですよね、違うな、ズタ袋じゃないな、なんとか袋峠っていうところにまず通るんですね。フルーツラインなんとか袋峠、胃袋だかなんとか言いましたね。でそこで次に何て言うんですかね、山と山の間にすごい長い直線があるんです。でその直線を越えるとまた上り坂になるんですね。そうするとこの若国峠というところが出てくるんですね。ここは某雑誌のドリフトコンテストがあるんですけども、それの、優勝者が結構出てます。だからここはまあなんていうんですかね、ここら辺じゃあ筑波の中で一番人気があるスポットらしいんですね。まあ今日はちょっと人は少ないんですけど、今日はまあ平日ですからね、まあ皆さんも友達を連れて常磐に乗り、土浦北で降りて左に出てください、右に出てください。そしたら信号出たらそれを右に曲がってください。そしたらここに行きますから、来てくるのもいいんじゃないでしょうか。それでは気を取り直してもう一度上に行ってみたいと思います。皆さんもこんなところで少しは分かっていただけたんじゃないでしょうか。まず左コーナーですね。ここはまあ本当は展開してくださいね。でまあ展開しして。スローなんですけれども、今上りスタートしましたね。ここの1個目の左、ここは私は1速から2速に入れた時に出雲、まあ、リアが流れるんで、それをきっかけにアテッカイドリフトの始まりとしてやってたんですけどもね。
ここまあ FR だったんでね、こうすんがりやってますけれどもね、あ、今ちょっと車内見てますけど、こうランプがついてますね、あれが FR になってるんでしょうからですね。でここは3連チャン S 字で立ち上がると中途半端な直線が出てくるんですけどね、ここは結構苦労しましたね。最初のうちはここが成功しなかったですね、1回で。もう途中でこうスピードが出すぎちゃってたり遅かったりで、ケツが戻っちゃったりで、ね、あんまうまくいかなかった。でも最後の方はもう 100% できるようになったんで、よかったかなみたいな。でここも、まあ、ちょっとイン割ったり割らなかったんで、なんとかいかなかったかなみたいな感じですかね。でもまあこう見てるといいですね、いい感じですね。アップエンも出ててスピードも出てますしね。でここもインツラツラで行ってますね。ここまで寄る必要はないですからね、皆さんもね、ここまで寄ってぶつかったらバカみたいですからね。ここはまあ対向車がいないんでインカットしてもいいんじゃないですかね。次もまた同じように左コーナー、ここはインが広かったから楽でしたね。インによっても全然怖くなく、この下水の上のところに乗っかっても全然問題なかったですね。でここを立ち上がって抜けるとギャラリーコーナーが出てくるんですね。まあこの時はいなかったんでそんなにハッスルはしなかったんですけれども、まあ見てほしいなっていうのはありましたけどね。でこの次にですね、まあ、左コーナー広いんですけれども、こう濡れてるんでね、ラインが難しかったですね。異様に流れますからね、これをなんとか抑えながら次のコーナーへ当て返ししようしようとするんですけど、やっぱ4回か5回ぐらいスピンしちゃいましたね。でこの広い左から今度右にこう曲がってますね。ここが大好きなんですね。スピードが出てこう映像見ていただくと分かるんですけれどもね、いい感じですね。いいですね。この映像も好きですけど走ってても大好きでした。もう立ち上がると急線に入っちゃうか入らないかぐらいのところまで行っちゃうんでね、やっぱりこの辺が辛いところですね。まっすぐ3速入れて直線で加速すればいいんですけどね。で次のここもサイドを引きたくて引きたくてしょうがないんですけど、やっぱこの対向車線にこう出ちゃうのが嫌なんですね。スピード乗っちゃうと、もしも対向車でぶつかっちゃいますからね、もう避けようがないんですね。だからこの辺は皆さんも気をつけた方がいいですね。私もほとんどやらなかったです、対向車の時は。完璧にやらなかったですね。今この直取り、これもタイヤのラインがついちゃいますからね、タイヤの消耗が異常でしたからあまりやらなかったです。でもまあ全体的にこの峠楽しかったですね。